まあ、吉田さん、結局一生懸命生きるに戻ってきますね。なんかね、その、まあ、さっきの R34 のことですけども、まあ、よくわかるなっていうのは、もうなんか最初に結論がね決まってるんですよ。結論決まってるんで、あとは目の前にあることをコツコツとやるだけなんですよね。だからどんなことでも、だから自分が決めたらね決まるんだろうなと思うんですよ。まあそれがね、日々念じていたら逆にいかないんじゃないかなと思うんですよね。もうそれが手に入った的に当たった確定だっていうところをね、一瞬だけ念じたら、あとは目の前のことを一生懸命こなしていくと。だからね、どんなことも、まあ願わないことはどうにもならないんですけども、明確に願って、そしてそれにこだわらずに目の前の小さなことをやっていくと、結局たどり着くなと思うわけなんですよね。まあ、あのセルフバックで、あの知った時に、あ、これは行くなと、3年で決まるなというふうなことが、まあ、大体決まったわけですよね。で本当に3年でそうなったと。だからなんかそこは何なんでしょうね。完全にね、なんかそうなるだろうなっていうふうに思うんですよね。たどり着いたところが明確にイメージできて、強く意識するんですけども、その後はもう無意識ですよね。無意識なんだけども、多分あの、まあ、遺伝子レベルでそっちの方向に進んでるのかなっていうところですね。なんか説明つかないんですけども、だからどうなりたいかとか、何を求めているかってことがなければ、ただ成り行きのまんまに、だからよくわかんない人生が続くんじゃないかなと思います。だからね、なんかね、不満がないっていうかね、いや、いちいち不満があるとかないとかも考えないですね。いや、なんかそんな感じじゃないですか。それこそね、あの車1台とかはどうってことないですよね。車1台、家1軒、自分の人生自分でコントロールできなくてどうするんだと思いますしね。何かに依存してるわけでもないですし、誰かにやってもらってるわけでもないですね。どんな細かいところも全て明確な自分の意思で選択してるわけなんで、もう何にもないですね、そこはね。まあ、あの空襲があるわけでもないし、召集令状がパッと来るわけでもないですしね。全ては自分が求めて起こせば、そっちの方にことが進んでいくだけで、あれじゃないですかね。自分でやらなければ、それはね、誰かの運命に巻き込まれていくだけじゃないですかね。まあ、常に思うんですけども、やっぱこう人間と人間以外の生物の違いっていうのは、意志があるってことじゃないですか。本能を超越した意志が、まあ、本能を超越できない意志っていうのも大多数の人持ってると思いますけどね。眠いだとか疲れただとかね、腹が立つとかね、そういう本能が、あの自分の意志を支配しているのか、それとも自分の意志の力が本能や運命やね、時間とかを支配しているのかによるんではないかなと思いますよね。まあ、だから、まあ、一生懸命やるっていうのは、なんか一生懸命やらないと一生懸命なんないですから、それは強い意識が必要なんじゃないですかね。でその次の段階として、意識しなくても 100% のパフォーマンスを発揮できる人もいるわけですよ。まあ、客観的に見たら超人になっちゃうわけですけども、まあでもね、一生懸命やるところ見せるもんでもないですしね。むしろそういうところは、こっそりとはやるもんかなと思いますし、まあ、たまたま見られても隠すことはないんですけども、まあどうなんですかね。まあ、いちいちそんなこと考えてないですけどね、こうやって動画のやり取りしなければ。まあこのぐらいのことはみんなやってるんだろうなっていうふうに、まあ、買いかぶってるところがあるんですけども、どうなんですかね。そこまで自分の人生本気で考えてなかったりするもんなんですかね。ということでね、なんかこの億万長者のやり取りの一番最初の方はお題が毎回あって、それについてなんか語るみたいなのがありましたけども、まあ、改めてね、その人生とは、人生とはだって、そうだね、自分の人生そんなドラマチックにね飾らなくても、本当ね、いいんじゃないかなと思いますけども、何なんですかね、あのなんかね、1年の終わり、年末になると、いや今年も波乱万丈でしたとかね、自分で言う人いるんですよ。まあ自分で言ってもいいんですけども、そうかとかね、いやそういうのはそんなに
あれこれあったって言えるようなものなのかなとか思うんですけども、まあでも自分がどう捉えるからですかね。私は相変わらず自分の人生に大したことが起きてないと、だからさざ波ぐらい起きたかなっていうところで、何のなんかドラマもねないような気がするんですけども、まあけどね、自分の体験話すとセミナーとかで話すとみんなシーンとなって聞いてくれてますからね。あ、こういうのって他の人の人生に訪れないんだとか思っちゃったり、金がなかったらハワイで石売るだろうみたいなしないかみたいなそこまで困ったらお金欲しいと思ったらそのぐらいアイデア浮かぶんじゃないかなと思っちゃうんですけども、ね、人生とは、人生とは何でしょうか。漢字を間違えてなんか入る生きるって書いてる人いましたけどね、なんて書くんだ、あれ異性ですかね。まあ、いってらっしゃい。